物資殿には会われましたか。ああ、我は、はい、我が師道元より聞いたことがあります。流因は改正の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力、繰り返せばやがて淀みがあふれ、関わった者に病として降りかかる。その病を流害と呼ぶと知りながら、それを止められなかったは私の不明です。すみません。その流害を治す術は？わかりません。ですが突き止めねば。まずは死の残した記録を当たってみます。頼む。では。なんだお前さん、勘が戻ってきたようじゃな。ちっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ忍びの戦う術が書いてある。まあどうするかはお前さん次第よ。戦う術など忍びだけでもあるまいて。お前さんも来たのか。にぎやかな子って。その忍び義手、随分と腕に馴染んできたようじゃな。お前さん、これを取っておきな。これは？お前さんの牙でどう噛み殺すか、それが書いてある。要は、忍び義手を使った戦いの術じゃな。わかった。まったく、義手の忍び技などもはや無用と思っておったが、わからんものよな。何をしている？ああ、あなたですか。流害の調べのため、物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい。咳と共に出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかし、これだけでは定かには。できることはあるか？流害にかかった者が吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。流害にかかった者がいれば当たってみよう。お願いします。では、お
お前わしが掘る仏はどうやったって怒り顔だ。業深い者はそうなる。お前さんもいつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か用か。
主と。はい。お主と九郎様の幻を見た。幻。ああ、九郎様は今はどこにいる。アシナの城、その天守近くで囚われとなっておいでです。ですが城の門は閉じられています。そうか。狼殿、よく参られました。ではまた。振りまかれ、やがて死に至る病じゃ。何だと。わしのことなら心配いらん。会いに行くとまともじゃないんでな。じゃが喋るのは面倒じゃ。あとはエマに聞け。狼殿、ではまた。狼、死体はあなたの体は世の断りから外れているようです。返事あれば私のところへ来てください。わかった。ではまた。Oh!
Thank you.